ドライバーショットがスライス、右に曲がってしまうことで悩んでいる方についてにスイングをアドバイスしたいと思います。スライス、右に行くことで悩んでいる方に決定的に多いのはアングルが間違っていることが多いんです。体の向いている方向と実際自分が打っていきたいことが大体こうクロスしてしまうということに対して、クラブがアウトサイドインだったり体が早く開いてきてしまってスライスするってことが多いんです。なのでやはりターゲットにどれだけまっすぐ立てるか、まっすぐ振れるかということも絶対的な重要なんですが、まっすぐ立ってまっすぐ振るっていうのはかなり難しいことなんですね。これはかなりの練習をしていかないと我々プロでもよくずれますので、なのでできましたらもうこういうクラブのでもいいし、こう練習の棒でもいいし、まっすぐ、もしなかったらクラブがなかったらティーでもいいんです。例えばボールを置いてティーアップします。この先にて、まあ、埋めてもいいんです。あえて分かりやすくします。ここに例えばこう線が普通あると思いますね。ただティーで置いてありますから、こういうラインをつけておいて、そういう自分の振る方向、バックスイングだけじゃなくてフォローするどっちの方向に振るんだっていう、これを直していくことによってカットもしくはインサイドから入っていくことが直って、スライスが大きく減ってくることになると思います。そしてあと肝心なのは、だいたいスライスになりやすい人ってのはもう下半身がもう動かないんです。手打ちだけなんですね。なので僕がよくやるんですが、体が止まってしょうがないときはもうあえて少しこう足踏みするなり、膝をこう動かせる状態をこうアドレスでも作るんです。こうやって動かすと、プロでもいるかもしれないですが、アドレスした後こうワッグルをしながら少しこうリズムを取るしてるんですね。こういうワッグルする人ってプロゴルファーっていないんですけど、必ず少しこうやって足も入れたワッグルをすることによって全体的に体が動きやすくなるってことがあるので、無理して使うことないんですが、ワッグル等々しながら少し足にリズムをつけてあげると下半身も一緒に同調していきますので、カットスイングとかにも直りますので、手打ちになってしょうがない人は少しあえて足をこうアドレスで使ってみると振りやすくなってきて、カットスイングって直ると思います。全体的な、あとドロー、左に行く人右に行く人もそうなんですが、私の練習でおすすめするのはやはり連続素振り、少し一回やってふーじゃなくて何回かクラブをこう振ってあげる練習です。だんだん振ってるうちに音が出てきますので、こうしてくると体の軸っていうものがしっかり出来上がってきますので、その軸ができてくるとスイングっていうのはしやすくなってきます。クラブが振れないとかどうしてもうまく振れない人は、どの方にもこの練習がおすすめだと思います。ぜひちょっと簡単なことですけどやってみてください。